鳥取県伯耆町溝口中学校の裏にそびえるその山の名は鬼が住む山と書いて木積山。その名の通り、日本最古の鬼伝説と言われている溝口の鬼伝説が残る山。登山口は溝口中学校の裏にあり、そこから標高326メートルの頂上を目指します。なお先に申し上げると、頂上付近にも駐車場とトイレが備えてあり、苦労せずともその頂にたどり着くことができます。それはさておき、この山は太古の昔、大王子鬼という鬼が根城にしており、配下の鬼とともに周辺の人々を支配していました。しかし第7代目の天皇高齢天皇により制圧されて以降、天皇の命により村人を守護するようになった。これが日本最古の鬼伝説溝口の鬼伝説の概要です。桃太郎の鬼のモチーフと言われている岡山県の浦同様、当時の反対勢側の勢力を鬼としたことも推測され、歴史の光と影を感じられる山です。頂上からは彼らの戦いを見ていたであろう中国地方最高峰の明峰大山を望むことができます。